はい皆さんこんにちはレクセン人工師の伊藤です、えー、それでは注目の資格 CFP を目指そうということで、えー、CFP のガイダンスを始めていきますよろしくお願いいたします、えー、今回のガイダンスはですね2020年6月の試験まあ、ここに向けてこれから勉強を始めてる始める方 あるいはもう始めているけれどもどういう形で進めていけばよいか、まあ、このですね20年の6月の試験をターゲットとしてガイダンスの方の方内容をお話ししていいいきたいと思います今ですねこのガイダンスいろいろな場所で見ていただいているかと思うんですけれどもその時期もそれぞれ異なっていると思います。 試験までですねまだ時間が十分に取れる方これからどうやって試験の勉強していこうかあるいはその以前の段階でどの科目を勉強しようかということを考えている方もいると思いますしあるいはもうすでに試験の出願が終わって自分のですね試験までの時間の中でどうやってこれから仕上げていけばよいかまあいろいろなですねタイミングの方がいると思うんですけれどもまずこれから 試験験の受験をするしない、まあ、この辺りを考えている方まだ時間的にですねだいぶある方にとっての要点というところもまず最初にお話をしていきたいと思います。えー、1点目言えることはですねこの CFP を受験するにあたって今まで受けてきた FP の試験、まあ、多くの方は2級の FP 技能検定試験ということになると思うんですけれどもこの2級の合格からできるだけ間を空けずに 時間をですね間を空けずに CFP の受験を目指していただきたいんですねやっぱり2級の試験までに覚えたことこれが非常に重要なことになっていきます CFP の試験の回答する上でもやはり同じ FP の試験ですから今まで覚えたことをですね忘れないようにしておく必要があるんですねで、ここで時間が空いてしまうと当然ながらだん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 覚えたことが忘れていってしまいますので間を空けずに受験をする CFP まで合格しようと受験しよう合格しようと考えている方にとってはまず真っ先にですねもちろんすでに勉強をスタートしていてあるいは科目合格をしていていろいろな方いると思うんですがやっぱりですね時間が経ってしまうと覚えたことを忘れていってしまいますからここが一つ目のポイントと言ってもいいかもしれないですね。 でこのの CFP、ね、受験をするには受受験験要件、まあ、受験資格というものがあります、まあ、これをですね試験制度の辺りをおさらいしながら試験制度とそれから受験の資格、まあ、この辺りちょっと資料の方ですね1ページ目のところを移していきますのでそこでお話し続けていきたいと思います。タイトルのあるこの資料の1ページ目の最初のところに大きく表がありますのでちょっとこの表を見ながら見てやっていきましょう。 ちょうどここののの表のです、ね、真ん中のところに縦に縦線がありますちょうど今ちょっとペンを置きますがこの真ん中にあるこういう縦の線ですねここで左側と右側とに大きくこの表が分かれていると考えてみてください。今このガイダンスは CFP のガイダンスですからもちろん一番左側のところにまとまりがあるんですけれどもこの CFP とそれから AFP この2つは 日本 FP 協会が認定をしているいわゆる民間の FP 資格ということになりますねで、その違いは同じ民間資格なんですがまあ国内国際と書いてありますけれどもまた違った区分をすれば CFP が上級の資格で AFP が普通資格とまあこういう言い方も FP 協会ではしていますね CFP の試験を受けるためにはその普通資格である AFP になっていること これが必要なんです AFP 認定者という言い方をするんですけれども AFP の認定者になっていて初めて CFP 試験の受験資格があります受験要件を満たすということになるんですねなのでここで AFP の認定者になっていない方はまず真っ先にこれをしておかないと CFP 受験ができませんまあ、いわば勉強スタートすると同時でも構いませんが 勉強する受験をするということとこの AFP 認定者になるということこれ非常に重要なところなんですねこれが漏れてしまっていたら受験はできませんじゃあ AFP の認定者になるためにはどうするかということになるんですがその一つ右側今度 AFP の欄を縦に見ていきますとここに認定研修の終了という言葉が出てきますつまりこの認定研修の終了をすることによって AFP の認定者になる AFP の認定者になると CFP 試験の受験要件を満たすということになります認定研修終わっている方にとってはもうこの部分はまあ必要ないことだというふうに思われているかもしれないんですが AFP の認定者になるためには提案書というものの提出と合格が必要なんですねこの提案書の提出と合格をするのが認定研修なんです AFP 認定研修と、まあ、こういう言い方で統一されている講座も多いと思いますけれども中身としては提案書の作成提出そして合格これによって AFP 認定研修の終了となります終了となってもちろん FP 協会に手続きをして AFP の認定者になっておくということになりますがこの流れこれ気をつけておいてください。つまり 二級の試験に合格をしただけでは AFP 認定者ではありませんもちろんこの認定研修を二級の講座を勉強しつつ認定研修も終えたという方も多くいらっしゃると思いますそういう方は具体的にどういう流れであったかというと二級試験の六科目の勉強をする講座の中に提案書を作成するというカリキュラムも含まれていた場合ですねなので 二級に合格する段階ですでに提案書の提出も終わっていたっていう方は二級の合格とそれから提案書の提出終了によって AFP 認定者になるということにつながっていたんですただ気をつけなくてはいけないのは二級の受験をし合格をしたけれどもそれは勉強方法が認定研修ではなかったんだという方これ気をつけてください例えば独学で 勉強をして二級の合格をしたという方は、少なくとも認定研修は終了していないと思います。となると、独学で二級の合格までは良かったんですが、認定研修というですね。これ一つの方法を取らないといけない、ということなんですね。もちろん、このレックの各種の講座の中にも、AFP の認定研修というものがありますから。まずはそれを手掛けて、まあ、内容としては、先ほど来お話をしている提案書の、えー、提出。 終了合格ということになるわけなんですがこの AFP 認定研修を終えるという必要がありますこのように試験制度少し複雑になっているんですが最初に申し上げたように縦にこうペンを置いたところから左側 AFP 協会じゃあ右側は何かというとこれは国家資格とありますね。 まあ厚生労働省が認定しているいわゆる FP 技能検定試験と呼ばれているものなんですけれどもこの FP 技能検定試験の中には今度は1級2級3級という区分がありますね3級がまあ初級と言ってもいいでしょうそして2級1級と上級に上がっていくわけなんですけれどもここで2級という試験験はまま受験要件があります3級の合格者であるかあるいは FP に関わる実務経験があるか。 そしてもう一つが先ほど来お話をしているこの認定研修というカリキュラムのある講座で終了したことによって2級の受験資格ですですから3級合格だけだ実務経験を持っているからということだけでは認定研修の終了ではないのでこれもぜひ気をつけておいていただきたいと思います。まあ、CFP のののこれからの受験を目指す一一人1人の方がです、ね、自分は今どういうい 形の立ち位置かとといいいうことを確認しておいておください2級に合格したのかあるいは AFP の認定が終わっているのかあるいは合格をしたけれども認定が終わっていないのかこれによって最終的に一本化されるのは CFP 試験を受験するには AFP の認定者になっておかないといけないということここに要点に結びついていくことになります。 そして同じ表の中にもう一項目「資格更新」という項目がありますからちょっとここについても触れておきたいと思うんですがこの FP 協会が認定している CFP と AFP については資格を更更新新していいいいいかななけければいけないとととうう仕組みがあるんですね。でその更新は2年ごとということになります。すでに AFP 認定者になっている方はこの資格更新をしなくてはいけないということは十分に覚えていただいていると思うんですがいわゆる「 教育を受けるその成果は単位ということとして表される。つまり単位の取得をして資格の更新を続けるという必要性が出てきます。まあ単位というのは一単位約一時間の学習をするというイメージでしょうかね。なので AFP の認定者であれば十五単位が資格更新に必要になりますから約十五時間の勉強をして学習をしてこれ試験はありません。 教育を受けることによって15単位の積み重ねをしていって資格の更新をすするとということになりま CFP になると今度は2年間で30単位約30時間の学習をする教育を受けるということによって資格更新がが年ごととに行っていくこでできるんですねつまりこの資格更新は単位の取得ということで一つのまあ大変さを感じる方もいると思うんですが逆に言うと CFP や AFP というのは常に新しい情報をキャッチすることができる、まあ、いわゆるアップデートをすることができる知識のアップデートにつながる資格だと言ってもいいですね。でこれによってより新しい情報を自分が得てそして CFP の立場としての業務などを行っていくことができるそのためにこの資格更新制度というのが設けられていると言ってもいいと思います。 国家資格である1級から3級については更新はありませんので、まあ、これを違った言い方をすると一度その試験に合格をすると、まあ、言ってみれば永久的にその合格者である1級 FP であれば一度合格をすると生涯にわたって自分は1級 FP であるということは言うことができます。ただ新しい情報を 習得するのはもう自分ということにかかっていますので仮にですね以前に学習したまま情報のアップデートがされていないとそこで新しい資格を持っていない FP であるというふうに言ってしまってもいいかもしれませんそういう意味でこの資格更新ということもぜひ有効に考えていただきたいと思いますその CFP の ことに絞った内容が同じ資料の下のところに会員数なども含めて書いてありますが。まあ、ここは参考程度に見ておいていただけたら良いと思います。え、次にですね。今度は資料の次の二ページと書かれているところに進めていきましょう。より C. F. P. 試験のですね。まあ、今回のガイダンスの一番中心的なところにお話を続けていきたいと思うんですけれども。まず試験概要です。第一日目、第二日目と書かれていて、まあ、具体的には。 2020年の6月14日と6月の21日この2日間に CFP の試験が行われます、まあ、毎年6月と11月、まあ、ここのですね第2第3日曜日が試験日ということになっていますのでこの2020年であれば14日と21日ということになっていますねでこのように2日間の日程がすでに組まれていてそして そその日日間れれれぞれ科目別に試験日程も組まれていいるという状態です。で、この試験日がここに出てきましたので一応試験日をですね考えつつ先ほど前のページでお話をした受験のための出願ということを考えておきますとこの出願をするためにはインターネットの場合には5月の11日まで出願することができます。 インターネットではなくて書面での出願をする場合には4月21日となっていますのでこの辺りの,出願の期限とということも気をつけけててておいいいいただかなくてはいけなくはですねもちろん細かいところは日本 FP 協会のホームページでその出願の期間あるいは方法などが書かれていますのでそこもよく読んでおいていただきたいと思います。そして出願をするためには AFP」の認定者になっていなくてはいけない。ととということになると遡って AFP の認定者になるための登録の期限というものをやはり FP 協会の方で設けていますまあ、これ一応お話しておきますと4月の21日までにですねオンラインの場合には出願入会ですね FP 協会の AFP 認定のための入会申請をしておかないと間に合わないということになります4月の21日これがオンラインでの AFP 認定のための入会申請の期限ということになっていますそして インターネットの CFP 試験の出願を5月の11日までに行うということになっていくスケジュール感ですねそして試験日は6月の14日と21日ということになりましたではこの試験日と科目の内容の方に移っていきたいと思うんですけれども第1日目が金融不動産そしてライフ第2日目がリスクタックス相続ということで3科目ずつ まあこのですね科目の順番予定というのもこれ毎回変更は今のまでのところありませんので、まあ、今後についてもおそらくこういう形式で科目別に進んでいくと思うんですがまずじゃあここで何を考えなくてはいけないかというと科目ごとに受験をすることができるわけですからではどの科目をを自分はは受験しようかか、まあ、これを考えてていいいななくてはいけないですね初めて CFP の試験を受験するという方を想定しますと。 6科目の中でどれを選択して受験をするか。ということは受験をする科目を決めないとどの科目の勉強をスタートすればいいかが決まらないということになりますのでまず最初に行わなくてはいけないのはやはり受験科目を決めるというこの受験科目を決めるにあたっていろいろな要因が当然出てくると思います。 どれにすればよいかということですね。まあこれもちょっとこの後お話もしていきたいと思うんですが、まず表の中を見ますと一科目の試験時間は120分、2時間です。そして形式はすべて4肢択一方式。表の下にありますが、一科目ごとの出題数は50問です。ですから4択問題50問を2時間で回答すると、まあこういう試験なんですね。で、4択問題と言っても。 2級の FP 試験の学科試験のように問題文章をを読んんででそののの中から適適切切ななももああるいいはは不適切なものを選ぶととうことだけではありませ CFP 試験になると回答形式は4種択一なんですが当然その4種の中から回答を選ぶには文章で選ぶだけではなくて計算などをしてその計算の答えが4つの中のどれになるかということでの回答をしなければいけない問題もあるんですね。 つまりここで言えることは120分で50問だからといってこれが機械的に1問2分程度あるいは3分程度時間を要せば回答が続いていく回答していくことができるというわけにはいかないということでこれは十分に過去問などでその科目ごとの特徴をつかんでおかなくてはいけないということにもなると思います。一方でで科目受験ができるとということは その科目ごとに合格を積み重ねていってここにも1科目ずつの受験合格が認められていると書いてありますから例えば今回の6月の試験では選択した科目をまず合格をしようとそして残りの科目については次の試験6月と11月に試験がありますから2020年の11月で6月に受験しなかった科目は目指そう。そして 月月と11月の2回に分けて、この2020年という中で全ての科目の合格をしていこうとこのように計画を立てることもできるのが CFP の試験なんですね。ではその科目の選択についてというところに移っていきたいと思いますがその下のところに合合格格率ととの基準という一覧表があります。まずこの表の見方なんですが今現在で発表されている 2019年の6月試験、まあ、これが最新の情報なのでここを載せてあってもう一つは2018年の11月、まあ、これがですね時間が経っていきますと2019年の11月の試験の合格率や合格基準も発表されてくると思いますからそこもその段階ではぜひ見ておいていただきたいんですが科目別の合合格格率と合格基準この合格の基準というのはこれは 問題の正解をしなければいけない数であったんですこのように一定の問題数で合格になる一定の正解数で合格になる試験ではないんですねやはり二級の試験と比べてみますと二級の試験は出題問題数に対して合格基準は六割ということになっていましたつまり問題を全部平均的に考えれば 出題された問題数の6割以上を正解すれば合格であったというのが二級試験でしたところが CFP の試験は合格の基準はその試験の回ごとに変わっていきます科目によっても変わっていますおおむね6割程度ですね50問の出題に対して27であったり33ということはおおむね6割程度ということが言えるかもしれませんが 6割取れたからといって合格できるあるいは合格できないこれも試験の回によってもやはり変わってくるんですね例えば不動産のところを見ますと2019年の6月の試験は33問以上正解しないと合格できませんでしたつまり6割以上必要であったという試験の回だったんですところが同じ不動産でも2018年の11月は 二十八問以上を正解すれば合格であったということになります。つまりここで言えることは合格率これがですねだいたい三十パーセント台の中盤あたりを目安としてその三十パーセント台の中盤の合格率で一つの区切りをつけたときそれ以上になった人がそのその時の三十パーセント台の中盤になった時の合格者の 正解の問題数が33であったり28であったりというようなブレが生じたというところにもつながっていますね。でこれがあくまででも結果ですじゃあ今後を考えたときにどうすればいいかということなんですがおおむね30前後とありますけれども今お話をしたように30では不合格になってしままうケースも多く見受けられますそこで資料は次のページにも書いてあるんですが50問の出題の問題のうち 三十五問以上は正解できるようにしていこうと。まあ、これを一つの目標値と考えてみてください。つまり、割合でいうと、七割ということになりますね。二級の試験よりは、より高いところにバーを設けて。七割以上正解できるように仕上げなければいけないと。このように目標を考えていきましょう。では、その七割以上と考えたときに。どの科目を選択するか。まず、一番簡単な方法としては。 この6月の試験で6科目すべてを受験するという方法ですもちろんそれも可能です6科目を受験をしてそして6科目の合格をする1回の試験で CFP の認定者に限りなく近づいていくことになりますただこれも過去の発表されているデータを見ると6科目の出願をする人これは全体の受験者数の中から見て 非常にわずかなんですねでそのわずかな受験者の中で6科目一度に出願をして一度に全て合格したという人は10に満たない合格率です78%が平均と言ってもいいと思います。ということは6科目全てを一度に受験するということは合格率から考えると非常にハードルが高いということにもなりかねないんですね。そこで考えるべきところはやはり科目選択です。 6つの科目をスケジュール感を見ながら科目選択をしていくんですがそこで科目選択をする時に言えることはまず1つ目でききるだけ得意な科目、ここれをを優先ししてていいいくということうう。考えまょもちろん科目合格を既に進んでいる方は残っている科目の受験でありますけれども6科目どれにしていこうか初めて受験をするんだという方はまず得意な科目から進めていくことをお勧めします。 その得意な科目がどれであるかということは今までの FP の試験で2級の試験などで勉強してきた時自分が得意であったあるいは2級の試験でよく得点が取れたこれが得意な科目であるということだと思いますのでその科目を優先的に受験するとこう考えてみてください。得意な科目でであれば当然勉強ももスムースに進んいいいくととと思思まますすすそして合格することも可能だと思います となると一つずつ合格科目を積み上げていくことがより早くできますからまずは得意な科目から進んでいくそして仮に苦手な科目があれば苦手な科目は次の試験の段階ですでに科目合格している残りの段階で苦手な科目に十分に取り組んでいくということで苦手科目を後に受験するという方法が一つ挙げられると思います。 次に科目選択をする2つ目の方法として今度は実務ととのの関わりり深いい科目、これを優先すす。るという方法があります例えば自分の日常の業務は金融関連であるとか不動産関連であるとかいろいろな違うあの業務とのつながりがあると思いますあるいは第2日目で言えば保険の関連であるとかこのように実務関連の科目というのはそこに使われる用語であったりとか あるいはもちろん回答のための知識ということは日々つかんでいるわけですから実務ととのの関連の深いい科目をを優先的に受験をするということを2番目に考えましょうこの実務の関連と一つ目にお話をした「得意」ということこれが複合することになれば受験する科目はおよそ決まってくるんではないかと思います。 そしてその実務とのつながりというのはもう一つ挙げ,られると挙げるとすれば他の資格のすでに合格をしている方例えば不動産の業務を行っていて宅建の資格を持っているとなればかなり不動産という科目に優位になっていくと思いますあるいは他の資格を別に挙げるとすれば社会保険労務士の資格を持っているということになればやはり社会保険制度の出題数の多いライフ 税務関連の資格を持っているとすればタックスや相続そして法律関連であればやはり相続などを中心に他の資格を保有しているという方にとってはその関連性ということもこの科目選択の中でぜひ生かしていっていただきたいと思います。つつ目目はは得意な内容2つ目は実務との関連では3つ目、まあ、これが最後になりますが3つ目は今度は その一つ目と二つ目があまり考えにくいなという方にとって、三つ目を考えてみてください。それは試験日当日のスケジュールなんです。試験時間は一科目二時間です。そして、試験と試験の間には一時間の休憩があります。ただ、一日目の三科目を続けて受験をしようとすれば。試験時間だけで合計六時間。間に一時間ずつの休憩があると。 八時間にわたってこの試験に関わり続けている一日になるんですね。八時間集中して回答していくその試験時間六時間集中できるかどうかということをまず考えてみてください。体力的な面もあると思います。それを考えたときの集中力もあると思います。であれば科目選択をするときはスケジュール感の中で例えば第一日目で二科目を考えたときは。 金融とライフを受験するという方法もあると思いますもちろん得意科目や実務ということに関係なくという前提ですけれども金融とライフの受験をすれば不動産の試験時間はここでは一定の休憩あるいはライフのための準備をする時間が設けられるわけですそれが約三時間余りあることになりますねそれを考えると当日のスケジュールもやはり重要になると思います 第二日目であればリスクと相続を組み合わせる手もあるでしょう。あるいは一日一科目だけを受験して CFP 試験は今回の6月の試験は二科目を受験しようという方法でもいいと思います。一日一科目、一回の試験で二科目を受けると来年の6月までの計画を立てることになります。一回の試験で二科目を受けて、そして11月で さらには来年2021年の6月で2科目このようにして1日1科目を着実に合格をしていくということでも受験方法としては決して間違ってはいないと思いますこの科目選択というのが非常に大切なことになっていくと思いますもちろん科目ごとの相互の関係ということでより勉強の効率の良い組み合わせというものも次のページに資料がありますが組み合わせが 悪いといとうものは決してないと思います全て CFP になるための試験ということになればどの科目とどの科目を組み合わせたからそれはあまり効果がなかったということは決してないと思いますのでまずは科目選択をする時は今お話しした2つさらには3つ目ということで科目選択をしてそしてそれによって勉強のスタートを切ることができるというように考えてみていただきたいと思います。 次に同じその2ページの一番下のところを簡単に見ておきましょう一覧表になっているところですが CFP FP 資格ととと1級、FP、技能士の関係というところです。左の方は3級2級の情報がありますからこの矢印の表の右の方だけでちょっと見ておきたいと思うんですが FP 資格には1級とそれから CFP という大きく2つの上級資格があるんですね。そして1級のの技技能士の検定試試試験験験はやはやりり学科試験と実技試験があります。 級級級に合格をした後のの学科1級の実技このようにして進んで学科に合格をしたら実技の受験両方合格をして結果1級 FP ということになるんですが CFP の方進んでいく時には1級のの学科試験の免除という制度があるんですね CFP の認定者あるいは6科目を合格した者は1級の学科試験が免除になります。 一級の実技試験だけを合格すると、一級技能士になることができる制度があるんですね。そこで、一級試験と。c. F. P. 試験の比較をちょっと簡単に触れておきますが。一級の学科試験というのは、これは二級の学科がそうであったように。六科目のすべてが出題されます。そして、難易度はやはり一級試験ですから、c. F. P. と変わりません。ということは、一級の学科試験というのは、いわば。 CFP 試験の六科目をすべて一度に受験することと大きな違いがないわけなんですね。合格率だけ見てみると、一級の学科試験の合格率は約10%です。つまり、CFP 試験の六科目をすべて一度に合格する78%と大きな違いがないという結果が出ているわけですね。それを考えると。 科目選択科目受験のできる CFP 試験で CFP の6科目を合格した上で1級の学科を免除するとしてもらうということのメリット、まあ、これもこれから上級資格を目指す上の方にとっては是非考えておいていただきたいところです。先ほど来申し上げたこの科目選択の情報がもう一つ載っています効果的な学習方法ですね。 でこれは今もお話したようにたすきがけになっていますがどの組み合わせであっても当然効果は出てくると思いますのでやはり前に申し上げた科目選択のところでどれれをを受験すするかを考えていただければよいけばと思いますその下のところ35問程度の正解が合格ラインであるということも先ほど申し上げたところです。もうう一つ2点目実務でで重重要要なな事事項項と試験で重要な事項は違うという点。 まあこれはですねやはり金融不動産あるいは保険といったところで日常業務に携わっている方にとって慌ててはいけないというふうに考えておきましょうつまり日々覚えていることが果たしてそれ試験問題になったときにはどういう問われ方をするのか日々関わっていることが問題になると知っていることだけれどもその問題の文章によって慌ててしまうことがないように気をつけておいてください。やはりここも過去問題などで その内容がどのように問題になっているか問題文章になっているかということを注意深く読んでおく必要があると思います三点目が改正点です2020年6月の試験の法令基準日は2020年の1月1日ですこれもですね、法令基準と考えたときにやはり税制の改正ということが一番着目する必要があるんですが税制の改正というのは 毎年度4月1日ここが施行というケースになっていきますということは2020年の4月1日に施行される税制の改正は基本的には6月の試験の法令基準日には当てはまらないんですね1月1日が法令基準日となると4月改正の税制を考えたときには2019年の4月1日施行された改正ここを きちっと覚えておくことによって十分に対応できると言ってもいいと思います当然税制というのは施行されてもそれが適用されるのはそれから1年後2年後というケースがあります試験問題はその受験する時期によってその問題の説明がつき組み立てられていますので2020年の適用になる改正は場合によってはそれよりも2年前 例えば2018年の改正この辺りが2020年から適用というケースもありますのでこの改正についてはあまり先走るのではなくてすでに改正されて施行されているけれどもそれがどういう内容であったかということを十分に振り返っておいていただきたいと思います2018年改正が2020年から適用になるような改正も多々ありましたこれが何であったか それはすでに覚えていただいている可能性もありますしあるいは教材にも十分に反映されている内容ですからその6月向けの教材の中で反映されている内容で覚えていけばこの法令基準日に見合う情報は十分に得ていくことができるんではないかと思います。そしてて点目目出題される項にについいの頻度ですこここも過去問対策ということう 当然なっていくわけですけれども、やはり出題頻度が高い項目。これは得点源にしなくてはいけないですね。先ほど三十五問程度が安全ラインだということがありました。三十五問を安全ラインと考えれば、場合によっては十問程度。不正解になってしまっても、合格することができる試験だという考えもあります。そこで、出題される項目の頻度が高いものと、そうでないもの。 ここれれを見分ける目、も必要です。あまり出題されない問題に十分な時間を取り過ぎてしまっていざ試験になっても出題されないということは勉強時間としてあまり効率がよくありません。それから難易度が高い問題に試験の回答時間を要してしまうのも効率がよくありません。仮に難易度が高い問題であっても1問の正解は1点です。そう考えた時には、 難易度が高い問題あるいは時間が非常に長くかかってしまうような一問については最初から見極めをして場合によっては解かないという方法も出てくると思いますこの何度も出題される項目は当然得点源ですがたまにしか出題されないものや難易度が高いものや時間が多くかかりそうなものこれは 必要がない問題というふうに割り切ってしまうことも非常に重要ではないかと思いますそのような割り切りをする意味でもですね講座ということの活用ということがその下のところに出てくるんですが REC の講座では大きく2つの講座と模擬試験という構成があります当然講座も限られた時間の中でのインプットアウトプットをしていきますから今お話しをしたような たびたび出題される得点源にしたしなくてはいけないところがどこであるかということを十分に講座の中でお話をしていっているんですね。そして本試験の内容に即した模擬試験ということで最終的には合格ラインとなる問題数の正解ができるかということを確認していく方法ができるようになっています。 この講座の内容についてはこの後パンフレットなどを使ってですね少し簡単にお話をしたいと思いますが資料については4ページ4ページまあこれ参考程度に見ておいていただければいいですが FP ビジネスとしてのですね CFP あるいは AFP の方が AFP としての業務をどのように行っていけるかということが簡単にまとめています。それから4ページの下のところは CFP の認定制度。の認定者にになるためには 6科目を合格しただけでは済まないんですねつまり合格をした後 FP 協会のルールに従って認定を受けなくてはいけないということになっていますで、この CFP の認定を受けるためにはエントリー研修それから実務経験この2つが必要になります詳しい内容は日本 FP 協会のホームページに載っているんですが実はこの1点目にあるエントリー研修についてそれから実務2点目にある実務経験についてこの考え方が 2020年の3月末でで若干変更がある予定です現在のところまだ詳しいホームページの発表はありませんけれども現段階ではこの載っている2つの認定制度大きな変更はないと思いますがこの認定制度の変更というものが予定されていますので2020年の6月試験ここで6科目の合格ということになった後の認定制度はその段階のところで情報をつかんでいただきたいと思います。 まずは今の資料を順番にですねお話をしながらこの CFP の受験にあたってのポイントということでお話をしてきました。6科目をこれから出願をすると初めて CFP の試験を受験をするという方を想定してお話をしてきましたが当然科目の合格が済んでいる方にとっては残りの科目に対しての十分の対策を立てていただきたいと思います。そししてててでですすねねこここののの CFP にについいは今も講座というとううろがが資料の中に出てきましたがこのようなです、ね CFP2020 年6月試験向けのパンフレットこれが用意されていますこのパンフレットもですね入手していただいてその内容の方で講座の内容を十分に確認をして受験のための勉強ということをスタートしていっていただきたいと思いますこのパンフレットの中身でですね先ほどレジュメにもあった講座の概要についてちょっとお話をしておきましょう パンフレットののページのところにですねこの「CFP 全体」まあ、ここには「パックという言葉で総称して講座の全体像がありますのでちょっとここを見ておきたいと思います。ページの6ページのところですねごめんなさい6ページのところにまず一つ目「CFP」「受験対策講座」というものがあります。科目別にインプット講義をしていく講座なんですけれども1科目4回の講義1科目1回3時間ですから12時間の講義をインプットで行います。 テキストを使った内容で進めていくんですが先ほどもお話ししたように当然得点源にしなくてはいけない品質論点についてこの時間の中でまとめてお話をしていくということになっています。それから2点目 CFP の実践演習講座これは主に試験問題を使っての問題解説講座になります。アウトトプットと書いてあるようにですね教材として使っていくのは過去問題です。 ここには CFP 試験の販売されている過去問題が載っているんですけれどもこれだけではなくて過去23年間の間に出た品質論点つまり確実に得点源にしなくてはいけない問題だけを別に編集した典型問題集これも合わせて使いながら実践演習講座を行っています。これは1科目2回1回の試験時間はやはり3時間ですから1科目6時間のアウトプット講座。 試験問題の解説講座ということになりますこの試験問題の解説講座でもやはり講義時間が限られていますから試験対策として必要な問題がどこにあるかそしてそれを得点源にするためには間違えてはいけないポイントがどこにあるかこの辺りを中心にこの実践演習講座を行っていますそして3点目が公開模擬試験試験を想定した形でその進捗状況を十分に確認していっていただきたいと思います これを CFP 講座の基本講座としてのパックとしていますけれどもその6ページの下のところを見ていただきますとここにプレ CFP 対策講座といいうものを別に設けていますこれはどういう内容かというと2級の総復習講座です今ガイダンスの最初にもお話をしたように CFP の受験は2級の試験の合格から間を空けずにということが重要だとお話をしてきました。ただ場合によっては 2級の試験の内容が十分に覚えきれていないとかあるいは2級の合格から時間が経ってしまっていてもう一度2級までの内容についてさらっておきたいということになればこのプレ対策講座がありますここは教材としては2級対策の教材テキストこれを使って CFP 受験に必要な総復習を行っていくというものなんですね。これは1科目1回です そして2時間半これを通信の講座の座中でままず準備すするという方法もありますそして CFP の本来の講座である受験対策講座と実践集講座については通信あるいは通学教室での講座というものも行っていますからそれも選択をしてそして受験のための講義の勉強を進めるということになっていくと思います。 6月の試験今今日お話している段階ではまだ十分な時間がある時期ですできるだけ早い機会に勉強の方をスタートしてそして勉強がすでに進んでいる方にとってはやはり得点源にする問題がどこにあるかその合格安全ラインは35問だということで現在の進捗状況がどうなっているかもしわからないというポイントがあれば何らかの形で振り返る。 あるいは二級まで総復習をするということでもいいと思いますできるだけ品質論点については確実な正解を取れるように学習を仕上げていっていただきたいと思いますそれでは2020年6月 CFP 試験向けのガイダンスを以上で終わります